皆様こんにちは。メガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は飛行機に乗って石垣島まで行き、大自然を満喫します。シリーズタイトルは石垣島へ行こう、スペシャルステージ4、第4回目、無人島で海水浴、幻の島浜島。幻の島浜島ツアーで無人島の浜島へ行き、海水浴を楽しみます。ハローオールオーバーザウォールド、 Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler Channel。 This time I'm going to visit 石垣 Island by airplane Peach。 The title of this series is Let's go to 石垣 Island to enjoy nature。 Special stage 4、Swimming on an inhabited island, Phantom Island, Hamajima. I'm going to join Phantom Island, Hamajima tour and go to an inhabited island, Hamajima, and swimming in the sea. Let's enjoy the video. Thank you. はい、石垣港のマリーナに来ております。浜崎マリーナといったマリーナに来ております。マリーナっていうのはですね、こういった、なんていうんだろうな、旅客船ではなくて、プレジャーボートっていうんでしょうかね、ヨットとかいろいろ泊まっていますが、こういう小型の船を、停留しておく港湾の施設といったことになります。マリーナに来ております。で、前日の夜はですね、前回の動画で、ちょっと紹介したんですが、島唄ライブの居酒屋ウリズンさんっていう居酒屋でですね、島唄ライブを楽しみ、それで島唄ライブを聞きながらですね、晩ご飯を食べて、その後ホテルに帰ってすぐ、寝るといった感じになっております。で、本日はですね、早朝からこの、今から行きます幻の島で、これ無人島になってるんですが、この浜島っていう島があるんですが、こちらに行く一番早朝の一番朝早いツアーがありましたので、こちらに参加しようということで、今回参加をしているといった形になります。はい、それでは Google マップで今回の経路を確認します。赤いポッチがついたところが幻の島、浜島となります。で、今回はこの石垣島の石垣港の浜崎マリーナから出発しまして、船でほぼ一直線で、こちらの浜島、幻の島浜島まで行きたいと思います。だいたい位置的にはですね、この西表島とそれから石垣島の、中間地点ということで、結構遠いところまで来たんだなっていうのは今これ気づきましたけど、これ竹富島よりちょっと遠い感じですね。はい、船はですね、石垣港の浜崎アリーナを出発しているところです。8時前といった感じですね。で、ツアーとしましてはですね、だいたい時間的には2時間ぐらいのツアーです。だいたい30分で船で移動して島まで行って、そして1時間ぐらい島で、自由時間があって、そしてまた30分ぐらいかけて、石垣港浜崎アリーナまで戻ってくるといったツアーとなっております。はい、ということでですね、このツアーに参加するんですが、参加するためにはですね、この船の出発したマリーナがありますよね。石垣港の中にある、浜崎マリーナというマリーナがあるんですが、こちらに集合する必要があります。ただですね、私みたいに初めて来る方っていうのは浜崎マリーナの位置っていうのがちょっと分かりづらいと思いますので、よく調べてみるとですね、この船会社ですね、このツアーをやっている会社がですね、送迎バスを持っておりまして、送迎バスで送ってくれるといったサービスがありました。ということで、この石垣港のエリアに、泊まっている、この石垣港のエリアのホテルに泊まっている方に対してはですね、この、ツアーの会社がですね、送迎バスで、この浜崎マリーナまで、ホテルから浜崎マリーナまで送迎してくれるといったサービスがあります。これを利用するといいのではないかというふうに考えております。はい、ということで本日は私もですね、早朝朝7時40分にホテルの前にこのバスを呼んでですね、バスで、この浜崎マリーナまで送ってもらったという形になっております。はい、船はですね、浅瀬に近づいてきました。前方を見るとですね、白い砂浜がちらっと見えてきております。あれが幻の島浜島となります。非常に浅瀬で、水はすごい透き通っておりまして、そこが見えるといった形になっておりますね。非常に綺麗な海です。
はい、それで船はですね、この浅瀬をゆっくりと進んでいるところです。おそらくですね、浜島の、まあ、できるだけ近いところまで行って、船が、これ座礁しないように、ゆっくりとですね、浜島の一番近いところまで進んで、そこに錨を、下ろしてですね、まあ、停泊するといった形になるようです。いやー、見えてきましたね、浜島。こちらが幻の島、無人島の浜島となります。本当にですね、まあ、無人島といっても砂浜しかないといったような無人島となっております。そして今ですね、船の錨を下ろしたところですね、この辺りに船を停泊するといった形になるようです。まあ、ということで、ご覧のように無人島で、まあ、船もこの辺りに、まあ、浅瀬の一番近いところ付近に、まあ、停泊するということで、実はですね、船着き場っていうのがありません。まあ、それは無人島ですから当然ですよね。船着き場がありません。ということで、このツアー客はここからですね、まあ、はしごを伝ってこの浅瀬に降りてですね、ここから歩いて、この浜島に上陸するといった形となります。おー、危ない。もう準備満タンでした。もう我々は手を渡って、あ、どうもありがとうございます。はい、はい、ということで、ツアー会社のお兄ちゃんに、ちょっと手伝ってもらってですね、なんとか船から、まあ、降りることができました。そして、浜島に上陸をしました。まあ、こんな感じです。みんなこんな感じで半分、お腹のへその付近ぐらいまでですね、水に浸かって、そしてこの浜島に上陸するといった形になります。ということで、まあ、必ずこのツアーに参加する方はですね、まあ、水着を着てですね、下半分は水着を着てくるといいのではないかというふうに思います。はい、ということで、本日私は朝一番のツアーで来てるんですね。時間帯が朝一番のツアーということで、まだ無人島には誰一人おりません。私が一番乗りです。イエーイという形で、一番最初にこの無人島の浜島、本日一番最初に上陸したといった形になります。まあ、ということで、今回はですね、たまたまですね、まあ、飛行機のスケジュールの都合もあってですね、まあ、時間が、押していたっていうことがあってですね、それで早朝のこのツアーに参加してみたんですが、やはりこの早朝の一番のツアー、まだですね、観光客は他に誰もいない時間帯、この誰もいない時間帯にこの浜島、幻の島浜島に、来てですね、散策をすることができるっていうことで、そんな感じでこの一番朝早い時間帯のツアー、非常におすすめというふうに個人的には思っております。まあ、でもこれがですね、あと30分ぐらいするとですね、他のツアー会社の、観光客の方が、まあ、退去して、この浜島に押し寄せますので、そうなるとですね、まあ、その時間帯になるとですね、観光客の、方で、この浜島がいっぱいになります。またその模様はですね、もうちょっと、後ほど、ご紹介していきたいと思います。いや、それにしてもむちゃくちゃ綺麗ですよね。この島の砂浜が白い、まあ、サンゴ礁が白いサンゴがあるみたいで、それで、この砂浜が白っぽい砂浜になっているみたいなんですが、この白い砂浜と、それからですね、この、まあ、水色といいますか、エメラルドグリーンといいますか、こういった海っていうのが非常に色合いがマッチして、グラデュエーションが非常に綺麗だといった形になっております。それで今回はですね、朝一番の一番早い時間帯のツアーに参加しているんですが、この時間帯は潮の満ち引きの関係でいうと、この日はですね、朝早朝の時間帯っていうのは、満潮に近い、要は、海の水位が高い時間帯だったそうです。はい、ということで、今回はですね、ちょっと今、海の中にカメラを沈めてみましたが、この防水の GoPro っていうカメラを持ってきておりますので、この GoPro を使ってですね、まあ、海水浴をしながら、この海の中からも、ちょっとですね、この浜島の様子を、ちょっとご紹介をしていきたいというふうに考えております。それではちょっと浜島の、この浜辺、まあ、浜辺しかないんですけど、まあ、浜辺しかない、この浜島、ちょっと、散策をしてみたいと思います。で、この時間帯は先ほども言いましたように、海の水位が結構高い、満潮に近い時間帯となっておりますので、このようにですね、まあ、浜島のこの、
面積がですね、まあ非常に狭い時間帯となっております。まあこの面積が狭いということで、まあひょっとしたら水位が高くなる時なんかは、この浜島自体がもう消えてしまうといった感じで、それで幻の島っていうふうに呼ばれているそうなんですが、その幻の島で島がほとんどなくなってしまうのに近い状態の時に今回は来ているといったことで、非常に貴重な体験ができているんではないかというふうに考えております。はい、ということでまだですね、他のツアーの会社の、まあ、船がですねこちらに来ていない状態ですので、まあ、本当に島にいるのはツアー会社とそれから観光客含めて私含めて6人だけということです。まあ、その中でもうこの一番最初からですね、この海の中にドボンと浸かって海水浴をやっているのは私だけといった状態になります。まあ、無人島で一人で泳いでいるといった感じになっているわけですね。はい、それではですね、せっかくこの幻の島浜島に来ましたので、浜島一周ツアーを、ちょっとやってみましょう。まあ歩いて回れるといった感じで、まあそんなに広くはないんですけど、まあ一周ツアーということでちょっとやってみたいと思います。まずですね、これはですね、北の一番端っこになるんでしょうかね、北側に歩いてきております。このように岩場があるエリアとなっております。でこの、浜島なんですが、先ほどちょっとあの経路で、まあ、Google マップで確認はしてみたんですが、大体位置的なところで言うとですね、あの石垣島本島とそれから西表島、この中間地点ぐらいです。さらにこの、近くに島がありまして、離島がありますね。竹富島と小浜島って言うんでしょうかね、この竹富島と小浜島の中間地点ぐらいでもあります。はい、ということでせっかくですね、防水のカメラ GoPro を持ってきておりますので、海の中を撮影しております。で腕時計もこれダイバーズウォッチです。この方の腕時計ダイバーズウォッチなんですけど、これ偽物が結構出回ってるそうですね。でこの野郎お前偽物の腕時計してるんじゃないかこの野郎みたいなことを思っている方もいらっしゃると思いますが、実はこの腕時計、このダイバーズウォッチ本物なんですよ。はい、ということで、まあ、ダイバーズウォッチなんですけど、これあの、見るとですね、300メートルぐらいまで行けるっていう風に書いてあるんですけど、実際300メートルまでね、水の中潜ったことはありません。本当にあの海水浴するぐらいです、せいぜいですね。まあ、それであの全然壊れたことはありません。はい、ということでこの浜島、幻の島浜島、今度はですね、あの北の側から南の側に向けて歩いていってるところです。こちらが南側の一番端っことなっております。でこの南側の一番端なんですが、この辺りまでで、あとは海に、入ってしまっているんですけど、この先ずっと白いエリアが続いてますよね。ということで、まあ、満潮から干潮時になるとですね、この浜島自体が、もうちょっとですね、ずっとあの、まあ、先に続いている白いエリア、あの辺りまでですね、ずっと島が、まあ、浮かんでくるような形になるんだと思われます。はい、ということでですね、浜島一周ぐるっと歩いてきました。非常にこじんまりとした、歩いて回っても5分ぐらいという、非常に無人島としては非常に、まあ、エリアの狭い、まあ、こじんまりとした島といった形になります。まあ、それにしてもですね、都心部で、まあ、日常の生活を送っているとですね、こんな風景こんな景色に出会うっていうことは、ありませんので、まあ、本当にあの別世界に来たといったような形がしております。ぜひとも皆さん、日常と違ったような、まあ、風景を楽しみたい、日常と違ったような世界を楽しみたいっていうような方はですね、この、石垣島に来て、この幻の島浜島、こちらでちょっとのんびりしてみるっていうのも、一つの方法なんではないかというふうに考えております。はい、このようにですね、海の中にカメラを、沈めてみてですね、海の中をちょっと見ているところなんですが、非常に透明な、澄んだですね、非常に綺麗な美しい水となっております。透明度が非常に高いですよね。そしてこの海の底もしっかりくっきりと見えるといった形になっております。そして、この、まあ、浜島の周辺の、まあ、エリアっていうのは、浅い、浅瀬がですね結構続いているっていうことで、海水浴も非常に安心をしてできると思います。でお子様、家族連れお子様で来てもですね結構安心して海水浴ができるんではないかっていうふうに考えております。
いやそれにしてもですね、私あの久しぶりです、本当に久しぶりに海水浴をしております。でダイバーズウォッチも普段あのダイバーズって言いながらですね、全然水にもつけたことがないんですけど、まあそういったダイバーズウォッチ、普段つけているダイバーズウォッチもですね、まあこういった海に来て海水浴をするとですね大活躍といった状態になっております。はい、それとですね、今回は初めてこの GoPro、このアクションカメラですね、これを使ってですね海の中、水の中を撮影するといった、まあ、撮影に挑戦しているわけなんですが、やっぱりあの GoPro 結構優秀ですね。海の中に潜ってもですね、しっかりと画像が撮れております。ということで、まあ、アクションカメラ、こういったところですね非常に役に立つといったことになります。このダイバーズウォッチもですね大活躍といった形になります。で、あのこの浜島の中にはですね、今ちょっとあの、手に握っていたんですが、サンゴ、白いサンゴがですね、結構落っこちておりますので、あのツアーガイドの方によると、この浜島にある白いサンゴっていうのは持ち帰っていいよっていう、ことになっておりましたので、ちょっとですね、あの自分用のサンゴ1個、まあ、カバンの中に詰めてですね持って帰ることにしました。まあ、はい、ということで非常に美しい、ビーチを、まあ、歩いているんですが、この中にサンゴが、結構白いサンゴですね、たくさん落ちているといった感じです。ちょっと拾ってみました。まだここにもありましたね、こんな感じです。こんな感じでたくさんサンゴがあるといった感じになっております。こういったサンゴを持ち帰ってもいいよといったことになっているそうです。まあこんな感じでですね、この浜島、一通りぐるっと歩いてきたんですが、だいたいですね、まあ、1時間滞在時間があるんですけど、まあ、20分ぐらいあればですねぐるっと一通り見たいところは回ってこれると思います。ということで、まあ、一通り回ったので、あとは私はですねちょっと海に入ってですね海水浴といいますか、まあのんびりとしてみたいと思います。はい、ということでこんな感じでですね、まあちょっと海に潜ってですね、あの海の中でちょっとプカプカと浮いているだけといった形なんですが、まあこれでも非常にですね、まあゆっくりできてなかなかいいかなっていう感じがします。まあ気分はですね、なんかプカプカと浮かんで、まあクラゲになった、クラゲってやだな、なんかお魚さんになった、お魚さんになったって言いましょうかね、お魚さんになってプカプカと海の中で浮かんでいるといったような感じになっております。はい、ということで、まあ、あとはのんびりとですね、まあ、海水浴ということでちょっとあとビーチに座ってですね、まあ、こんな感じで座ってのんびりしているといった感じになります。はい、ということで今回私はですね、この浜島に来る一番朝一の一番早い時間帯のツアーに参加しているんですが、だいたいこの浜島に到着しまして約30分ぐらい経過しますとですね、まあこのように他のツアーの船がたくさんやってきます。はい、ということでこのようにですねたくさんの船が押しかけてきて、まあ、たくさんの、この観光客がこの浜島でいっぱいになります。まあこういった感じになってですね、まあ、観光客がたくさんいて、まあ、賑やかな感じにはなるんですが、やっぱりですねそのせっかくこの幻の島っていうことで無人島に来たっていうことですので、こんなにちょっとたくさんですね観光客がいるとですね、ちょっとなんか無人島に来たっていう感じではなくなってしまうかもしれないですよね。まあそういったこともあってですね、私は、この一番朝一で行く、ツアー、こちらのツアーに参加するのが、まあ、無人島の気分も味わえるということで、まあ、一番朝一のツアー、これをお勧めいたします。私の、参加したツアーっていうのはですね、あの朝7時40分発のツアーとなっております。でこのツアーに参加しますとですね、所要時間がだいたい7時40分から2時間ということで、9時40分となります。
で、あのホテルに着くとですね、10時前にホテルに帰ってくることができます。ということでですね、だいたいあのホテルのチェックアウトの時間がですね、10時半とか11時ぐらいまではいられるホテルっていうのが多いので、私もですね、ホテルに荷物をそのまま置いてこちらに来たといった形になります。そういったツアーができるということです。そしてホテルに帰ってからですね、シャワーを浴びることができるといった感じになっておりますので、この朝一番のツアーというのは非常におすすめとなります。それでさらにですね、やっぱりあの朝一番のツアーに参加すると、やっぱりみんなですね、早起きが苦手な人が多くて、それはあの休みの日ぐらいですね、ゆっくり寝てたいですよね。ということで早起きが苦手な方が多くてですね、あの参加される方が少ないんですね。というところがあってですね、この浜島に来るとですね、あまり人がいないといった形で、本当にこの無人島だっていう、無人島を味わうことができるといったことで、そういった点でもですね、この朝一番のツアーっていうのを非常にお勧めいたします。で、またですね、あの後半はですね、後半戦になるとですね、他のツアーのお客さんが結構たくさん押し寄せてきますので、このように、賑やかな、浜島、賑やかな浜島っていうのを楽しむことができます。はい、そして本当にあのこのようにですね、たくさんの観光客が押し寄せております。そして停留されているツアー会社の船もたくさん停留されているといった状態になっております。まあ、こんなような状態になりますとですね、あの前日の、まあ、昨日の夕方ですね、夕方に行きました、カビラ湾、キファですね、キファ、こちらと、まあ、似たような風景が、まあ、広がっているといった感じになります。はい、それでですね、まあ、ツアー客がたくさん来まして、この幻の島浜島に、たくさんいらしているんですが、このツアー客の人を見てちょっと感じたところはですね、意外にですね、若い女子が多いなっていう感じです。若い女子が多い、やっぱりですね、なんか、こういった綺麗なビーチですとか綺麗な景色のとこに来られる、まあ、来たいというふうに思うのは若い女子の方が多いんかなっていう感じが個人的にはしております。それは、今ちらっと見えるんですが、写真の撮影インスタグラムに上げてみたいっていう、要望があったりですとか、あとはですね、まあ YouTuber の方もいるんかもしれないですよね、自分の、YouTube に映す動画、まあ、自分の入った動画をここで撮影したいっていう、まあ、女子の方、若い女子の方が結構多いんかなっていう感じがしております。はい、ということで、まあ非常に名残は惜しいんですがですね、滞在時間はですね、1時間しかありません。ということで、まあでも1時間あればですね、この浜島、幻の島浜島を全体、見て回って歩いて回ることができますし、あとはその後にですね、まあビーチでのんびりと海水浴ですとか、ビーチでのんびりと、まあ、日光浴をしたりっていうこともできますので、まあ1時間でちょうどいいぐらいの時間ではないかっていうふうに考えております。ということでですね、まあそろそろですね、まあ乗ってきた船のところに戻りまして、まあ船に乗って、石垣島、石垣港に帰っていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、まあ2時間、まあ所要時間が2時間のツアーとなるんですが、まあなかなかこんな、幻の島、無人島に来ることはできないということで、非常に貴重な体験ができたと思います。はい、ということでまたちょっと海の中にドーンと入ってですね、まあ、船に乗って帰っていきたいと思います。はい、ということでこの動画を見られてですね、この浜島のこの無人島に来てですね、まあ、このツアーに参加されるという方はですね、このようにあの無人島から船に、まあ、乗って帰る際にですね、また海にドボンと入ってから、1回入ってから船に乗らなければいけないといったことを覚えておくといいと思います。まあ、こんな感じでですね、無人島に渡るときに1回海に入らなければいけないということで、水着を着てくるといいと思います。いや本当にあのこの付近の海、水非常に綺麗ですよね。透明度が非常に高いということで、なんか小さな魚が泳いでいるのが見えるようです。はい、ということで船は出発していきます。グッバイ浜島。
よく考えたらですね、今回離島に行かなかったんですけど、まあ離島に行く船って結構大きな船ですよね。それで竹富島とかに行く船っていうのも結構大きな船なんですけど、実は今回もう本当にですね、こんな小さな船でですね、この竹富島よりもちょっと遠いところまで来ているっていうことで、これ後から気づいたんですけど、それで非常にびっくりしている感じです。まあ小さな船ということで非常に海に近くてですね、非常に迫力があるクルーズができているといった感じがします。それでみんなライフジャケットも着ているというところがあって、もし船から投げ出されてもですね、まあ浮き輪を持っているようなもんですから、まあ私も浮き輪があればですね、そんなに泳げないんですけど、浮き輪があれば泳げるっていうところがあるので、まあそういった点でも結構安心ができるのではないかというふうに思います。はい、ということで石垣港の防波堤の内側に入ってきました。まあここまで来ると結構安心ですよね。まあとはいえ、この日はですね、それほど波も高くなくって、結構長い距離をですね、この小さな船で進んできたんですが、まあ全然揺れることもなくですね、非常にまあのんびりとクルーズを楽しめたといった形になっております。はい、ということで船の前方を見ますとですね、石垣港のあたりになってるんでしょうかね、結構ビルが立ち並んでいるエリアが見えてきました。石垣港の付近だと思われます。いやー、ということで、今回ですね、考えてみると、よく考えたら私無人島に行ったっていうの今回初めてだったかもしれません。それで幻の島、そして非常に美しい、まあほとんど島全体が、まあ白い砂浜といった浜島といった島に行ってきたんですが、非常に貴重な体験ができたと思います。はい、浜崎マリーナの中に入ってきました。この辺りに来るとですね、このライフジャケットが回収されて、まあライフジャケットなしの状態で船が進んでいるといった感じになります。ということでライフジャケットを脱ぐとですね、非常にちょっと怖い感じになって、ここで投げ出されたらですね、私泳げないのでどうしようかなというふうに、まあ、心配してしまうんですけど、まあおそらく誰か助けてくれるんじゃないかなとは思うんですけど、まあそんな感じでですね、この非常に美しい、浜崎マリーナ、この浜崎マリーナの、この船を停留する場所、船が停留する場所にやっと到着することができました。はい、ということで今回はですね、石垣島、石垣港からですね、まあ、ツアーに参加をしまして、それで幻の島、無人島の浜島のツアー、こちらに参加をしました。私にとってもですね、今回本当にですね、無人島に行ったのがこれ初めての経験といったことになりますので、非常に貴重な経験ができたのではないかというふうに考えております。まあ本当にですね、所要時間も約2時間ぐらいと、まあ短時間で楽しめるツアーとなっておりますので、まあ石垣島に来られた方ですね、まあご興味のある方はですね、こちらのツアー参加してみるといいのではないかというふうに思っております。はい、ということで、今回はですね、まあ、このツアーに参加しまして、これがですね、朝一番7時40分発で、これ戻ってきたのがですね、大体9時40分ぐらいということで、まあ、ここからホテルまですぐということになりますので、まあ、10時前にはですね、ホテルに着いて、でホテルに帰ってから、またシャワーを浴びてからチェックアウトができるということで、まあ、そういった点でもですね、この時間帯の朝一番の、まあ、ツアーというのはなかなか使い勝手のいいツアーではないかというふうに考えております。はい、それでは今回の動画は、この辺りで失礼をしたいと思います。石垣港の浜崎アリーナです。こちらから失礼したいと思います。次回もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching the Vega Traveler Channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.